ご視聴ありがとうございます。最近 F15EX という機体が注目を集めています。まああれなんですけどね、やはり F35 戦闘機が高額なため各国戦闘機の体制見直しを図っています。全てがステルス戦闘機である必要はないという考えでしょう。私も同じ意見です。日本は F2 戦闘機と F15 戦闘機の2機が今最も稼働しています。そこで F15 戦闘機となると、もう古いやつでやはり F35 と入れ替えをしなければいけません。アメリカも F15EX 導入は決定事項で、何より F35 がステルス戦闘機なゆえ、あまりミサイルなどの装備品を搭載できないということです。ステルス戦闘機をわざわざステルス外無効にさせて装備ミサイルを装備するよりも、やはり F15EX みたいに航続距離が長く、しかもミサイル搭載量が多い戦闘機を使った方が有利という考えでしょう。私も同意見です。 F15 戦闘機はアップデートを繰り返し、今ではコックピットなど最新鋭と変わっています。一昔前のアナログ機器が並ぶような配置ではありません。それにメリットはやはり今までの整備環境をそのまま使えるということでしょう。それと整備隊員の教育などが必要でないというメリットがかなり多いです。ステルス戦闘機を先に発射させ、
まあ後方で F15 EX で対応する。あとデータリンクでつながる。F35 でミサイルを撃つこともできる。そこまでできるでしょう。わざわざ F35 を大量に買う必要もなくなってくるわけです。ですがやはり日本も F2 戦闘機の攻撃をすぐにでも開発はしなければなりません。ですが政府での閣議決定後まだ予算化はしていませんが、来年には予算化されると考えています。日本も国産戦闘機を作りたいと考えていますが、これはまだまだ先の見えない話です。理想と現実と変わってくるかもしれません。F35 のやはりステルス性に優れた戦闘機は日本もかなりの数を保有する国となります。ですがやはり高額高いです。そんな高い戦闘機も必要なんですが、ミサイルを大量に搭載できる戦闘機もまた必要になってきます。わおわお、いや、びっくりしました。道がほげていました。これびっくりです。なんといってもかなりの F3 計画もまだまだ1年間多分練られるでしょう。来年度の予算に通過すると思います。いろんなことを踏まえながら、やはり戦略的に
進めることが日本の防衛にも必要でしょう。あと5年ほどで日本の防衛力も大きく変わってきます。と同時に周辺国の動向もまた変わってきます。やはり中国、この中国をどう対応するか、日米台湾とともに共同強固な防衛線を張っていくことが今後大事でしょう。ご視聴ありがとうございます。